ボンジョルナティ。今日もイタリアガイドミメがお送りする。今日のテーマ、イタリア人が日本に行って驚いたこと。マジ？日本ってこんなんだったの？というのを皆さん興味津々でしょうか。イタリア人に突撃インタビューしてみました。本日のまず目次ですが、1、イタリア人が語る日本に行って驚いたこと15選を私からご紹介いたします。そして2、イタリア人に突撃インタビューをしてみました。日本に行って何に驚いたというのを聞いてびっくりたまげました、私も。3、最後にイタリア人から見た日本というのを私がまとめてご案内いたします。今日も最後までご覧ください。まず、日本人にとって当たり前のことがイタリア人にとってはマジ？信じられないっていうことってあるんですよね。自分たちでは気づかない日本のすごい驚きの印象って皆さん興味ありませんか？逆に、例えば皆様は旅行で海外に行った時に、その国のあんまりやっぱり見慣れない光景とか文化に驚いた経験ってありませんか？例えばチップが必要だったり、公衆トイレなのに有料だったりとか、日本とはね、異なるやっぱり文化の国っていっぱいありますよね。例えば私の経験談、イタリアに初めて来た時にびっくりたまげたのが、女性3人友達ね、イタリア人のトイレに一緒に入った。皆さん、トイレって普通の公衆トイレのその便器のあるあの狭い空間に3人で一緒に入るって言うんですよ。で、私、え？なんで入んなきゃいけないの？そしたら、あの便器の中で一人一人用を。で、皆さんもちろん見てはいないですよ。ドアの方見てるんですけど、なんで一緒に入んなきゃいけないのか。もう私、超カルチャーショックだったことを覚えています。なので、イタリアでは、まあ、結構若い子の間では当たり前なことが、こういうショックでしたので、そんな風にもしかしたら日本も見られているかもしれません。本日の動画で、イタリア人が驚いた日本の意外なイメージを知ることで、私たち自身の日本という国を別の視点から見つめることができて、形にはハマらない柔軟な思考というのを持ち、客観的にね、考えることができるグローバルな人間になることができると思います。まず自己紹介ですが、私、イタリア公認観光ガイド片庭みめが、現地のイタリアの生情報やこういった Vlog をお届けしております。毎週1回はイタリア現地からのライブ配信も行っておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そうするとですね、ライブの予告ですとか得な情報というのを見逃すことなくご覧いただけると思いますので、どうぞよろしくお願いします。また、イタリア人って日本人のことどう思ってるのっていうね、動画、これね、実は日本に行ったことのないイタリア人の方へのインタビューをしております。なので、ちょっとぜひ違いを比べることも重要ですので、概要欄に貼っておきますから、その関連動画も興味のある方はぜひチェックしてみてください。まず、今日のいきなり結論から言っちゃいますね。私がぶったまげたイタリア人の意見1、日本人はどこでも丸々することができる。何することができるの？もう2つ目、日本には何々がない。え、日本にないことなんてあるのって興味を持った方、さて、この〇〇は一体何でしょう？この動画を最後までご覧いただければ、この答えがわかりますので、最後までお付き合いください。イタリアでは最近、日本ブーム、寿司、アニメ、柔道、空手ですとか、特に日本に行きたいっていうイタリア人の人が本当に増えました。イタリア人がね、初めて日本に来た時にどんな印象を持ったのか、皆さん興味津々じゃないですか。日本っていう国がこんな風に思われてたんだというびっくり、想像だにしない回答を得ることができましたので、やっぱりね、第三者からの意見って自分たちを見つめ直す方法としてはもってこいだと思います。今回はイタリア人で日本の行ったことのある方に突撃インタビュー、日本に行って驚いたことって何っていうのを撮影してきましたので、どうぞお楽しみに。早速ですが、イタリア人が語る日本に行って驚いたこと15選を私、ガイドミメからご紹介いたします。まず15と言いましても、驚いたこと5個、良い印象5個、悪い印象5個、
それぞれ分けてみました。やっぱりいい印象からご紹介しましょう。まず1、日本人のマナーの良さ。やっぱり世界的にもね、それは知られています。例えば混んでいる時は必ず列を作って待つ、電車の中は室、携帯で話しちゃダメとか、あと飲食店で食べた後は店員さんでなくても自分でも綺麗にする。やっぱり公共の場とかですね、そういうのはとってもいいイメージです。2、日本の店員さんのおもてなしのサービスの品質の良さ。もう世界ナンバーワンレベルと呼ばれます。日本人にとってはね、もう当たり前に感じがちなんですけれども、やっぱり外国に行くとその素晴らしさというね、ギャップを感じると思います。日本はお客様は神様、イタリアは店員が神様ですから、もう全然逆なんですよね。だから高級店とかではなくても、本当にその日本人のおもてなしというのは身に染みついていると思います。3、観光客による日本の道端にゴミが落ちていない、超綺麗という意見が多いです。で、今日本ってゴミ箱なくなっちゃってるじゃないですか。それにもかかわらず全然ゴミが落ちていない、そういったこともやはり外国人からすると素晴らしい印象みたいです。4、治安がいい。だって夜の道をやっぱ女性一人で歩いていても、もちろんね、田舎とか大都会どっちでも全然日本は大丈夫じゃないですか。ところが外国はそんなやっぱ女性一人では歩けないなっていうところいっぱいあります。しかも落とした財布とかが見つかる世界ナンバーワンの国なんですよね。そういったこともやはりいい印象です。5、日本人にとってはね、当たり前なんですけども、電車、公共機関が時間通りというのはやっぱりイタリアにいるとですね、電車は40分の遅れまでは遅れとみなされないということがありますので、そこら辺のギャップ、日本1分でも遅れると駅員さんが申し訳ありませんでした、謝るじゃない、あれとかイタリア人にとっては信じられないと言われます。でも悪い印象もあるんです。1、あんだけ発達している国なのに公共 Wi-Fi が意外と使えない。意外とね、イタリア接続は悪いですけれども、割とフィレンツェとかベネチアとかでも無料 Wi-Fi が飛んでいるんですね。登録さえすれば使える。それがやっぱりまだ日本は進んでない。2、ベジタリアン、ビーガンが困る。意外とヨーロッパ、特にイタリア、今フィレンツェっていう田舎町でもこうビーガンのレストランとかベジタリアンのメニューとか普通のレストランにもあるんですけど、日本はね、それがまだないから困るという意見の方もいました。3、人前で靴を脱ぐ。日本ってやっぱりお家が土足の習慣がないですよね。ちゃんと玄関というものがあって靴を脱ぎますので、またそういったイタリア人の土足文化についても動画をアップしますから、ぜひ見てくださいね。実はイタリア人にとって人前で靴を脱ぐイコールズボンを脱いでくださいと言ってるようなものなんです。なのですごい抵抗があるみたいです。よく飲み屋さんとかでも脱ぐじゃないですか。それもすごい抵抗があるみたいです。4、音を立てて食事するね、ラーメン、そば、うどん、ズルズル食べると美味しいですよね。それはやっぱりイタリア人にとってはマイヤーレ、豚野郎だなって言われて、ラーメン屋さんとかに行くと皆さんすごいドン引きしてます。5、こんだけ進んでいる国なのに英語が全然通じなくて困ったよっていう方多かったです。でもね、英語が通じなくても日本語で言いながらどっかまで連れてってくれるとか、そういったおもてなしは素晴らしかったよって言われました。最後、今回のテーマとなっている驚いたこと5、想像つくかもしれませんが、1、タクシーのドアが自動で開閉する。びっくりします。イタリア人いきなり自分で開けようとするので、すごい、タクシーの運転手さんに怒られたって言ってました。2、トイレのビデ、ウォシュレットですね。もういきなり空港に着いた時から皆さんはしゃいで、どうやって使うのって言ってるみたいです。3、エスカレーターでみんな片方に寄ってる、左とか右にちゃんと寄っている、これにも驚くそうです。そして4、電車やバスの中など日本人はどこでも眠ることができる。これが先ほどの答えです。確かにあんまりこっちで電車とかバスの中でカーって寝てる人いないんですよ。結構日本はいろんなところで一瞬でも寝てる人が多いので、それにはすごいびっくりするみたいです。
最後5、日本には何々がいない、実は忍者侍がいないのかってマジで聞かれることがありました。私もそれはびっくりしました。いるわけないじゃん。もう今でも現存すると思っていたみたいです。それではですね、次でイタリア人に突撃インタビュー、日本で一番何に驚いたっていうのを実際にイタリア人に聞いて、私びっくりたまげましたのでお送りします。漫画とアニメで見てることは本当に日本のままであることですね。学校のチャイムとか街の風景は、日本に来てもう見てる気がしますっていう驚きがありました。まあもちろん漫画とかアニメで見たっていうことですね。Sono stata in Giappone 5 anni fa e la cosa che mi ha colpito di più è stato l'ordine, la pulizia, ovunque nelle stazioni, della metro, nei bagni pubblici.Tutto molto pulito e ordinato. Le persone sono gentilissime e anche se non parlo giapponese ho trovato sempre una sensazione di accoglienza. La cosa che mi è piaciuta più di tutti, mi è piaciuto tutto, il cibo, mi è piaciuto il paesaggio, mi è piaciuto i mezzi di trasporto che sono puntualissimi, ma la cosa più bella sono gli onsen, le terme giapponesi che non somigliano per niente alle nostre terme. Tokyo ni te yoru sugoi kira kira ironna hikari ga atta. Italia ga yoru yappari chotto kurai. Nihon ga sugoi omoshiroi ironno omise toka kanban toka arimashita. Ato mo hitotsu ga omise toka soto toka ironna kawaii no e arimashita. Sore wa odorokimashita. Ma tashika ni nihon no anzen deshita. Watashi wa Tokyo ni sunde出た時には夜中に街を散歩することが多くて、その大都市の無言と安全の感じは本当にびっくりしました。ローマなら夜間の散歩をするとちょっと緊張してしまいますね。ウォシュレットです。成田空港に着いてお手洗いに行ってウォシュレットを見たら、あ、これどう使えばいいかと思って全然わからなかったんですよ。だからそれは一番驚いて面白かったと思います。仕事で毎年イタリア人を連れて日本に行きますね。でみんな同じです。お手洗い行ったらウォシュレットを見てもう使えないんです。だからそれは一番楽しいと思います。面白いですね。駅とコンビニ街ゴミ箱がないけれど道路が綺麗、あと街は安全、感動した。ciao Mime, la cosa che più mi ha colpito, che più mi ha scioccato quando sono arrivata in Giappone, il WC. Ho visto quest'asse con tutti i bottoncini e allora ho detto ma cosa sarà? Ho schiacciato e sono partiti tutti questi spruzzi, sono rimasta molto molto stupita, un pochino scioccata, ma divertita. いかがでしたでしょうか。実際にイタリア人の方にインタビューをさせていただきました。イタリア人がね、実際に日本に来てみて驚いたことっていうのは本当に面白いですよね。日本に対して印象とか、あとメイドインジャパンの優れたものっていうのはやっぱりいいと言われますが、彼らにも不便だなって思われていることとか不愉快だなっていうこともあるんですよね。ただやっぱりそれ自体が日本の文化であるっていうのをイタリア人やもちろん外国人観光客にも理解してもらう必要もあると思います。だって異国に来てるんですから、それを知ることもね、やっぱり外国人にとっては興味深い体験になると思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録そしていいねお待ちしております。アリベデルチ、アラプロシマ。チャオチャオ。